はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の関数シリーズ第32弾をお送りします。で、今回ね、この3問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、問題文がめちゃくちゃ長いんで、この状態で確認をしたいとこなんですけど、問題文読みながらね、図を書きたいので、一回画面下げてしまいます。ちょっとお待ちください。いくよ。よいしょ。ほ、もうちょっとかな。行き過ぎた。このぐらいでいいかな。よし、じゃあ行きますか。で、問題文に関しては、まあ、Twitter とか、あとは自分のね、ホームページの方に貼ってありますので、よかったらそちらをご利用ください。リンクは概要欄に載っけておきます。で、まずですね、まあ、グラフはそのまま映しておいたんですけど、ジョギングコースがあると。で、P 地点がスタートなのね。じゃ、黒でいこうか。で、まあ、P、Q、R が一直線上なんですけど、まず P がありますと。で、こっから東、まあ、ちょっと右にしようか。ここにまず Q があります。で、540メートル離れてるので、まあ、道のりなんでね、よく自分が使うから、まあ、道のりが540メートルだと。で、Q からまた東に離れたところに R がありますと。で、ここが、いくつだっけ ?1860 メートル。離れてますよと。で、A さんは P 出発して R に行って戻ってきます。1往復するからね。で、その時に、まず A さん、P 地点から Q 地点まで一定の速さで9分間歩きましたと。だから、まあね、よく出てくるミハジの計算だろうと。っていうことで、まあ俺はこれ使うんですけど、まあミハジを書いておきます。それぞれの区間でね。で、時間が9分です。P から Q。で、次に Q 地点で立ち止まってストレッチをしてます。だから、まあ一応忘れないようにね、ここで休憩してるぞと。ちょっとね。で、立ち止まった後に R 地点に向かって、ここからね、R に向かって分速150メートル。つまり速さが今度150です。これで行きましたと。で、P 地点を出発してから28分後に R 地点。つまり、時間が全部で28分です。休憩してなければ、こっち9分だから19分って書けるんですけど、休憩時間が分かってないんでね、ちょっと全部28にしておきます。で、その後にすぐに、今回は休憩せずに P に向かって戻ってきたと。で、P から、ちょっとこっちにしますね。R から P に帰ってくるときは、速さが150でしたと。もう一応書いておきましょう。で、そしたら、P 地点を出発してから44分後に、P 地点に戻りましたと。だからまあ R から P に戻ってきた、時間でいっか。に関しては、行きで28分使ってるんで、まあ、帰りは16分ですね。全部で44分って言ってるから。まあ、こんなところかな、情報としてはね。では、1番から行きましょう。まず、A さんが P 地点を出発してから、Q 地点に着くまで、ここですね。P から Q までに、歩いた速さを求めたい。で、ここに関しては、もうね、道のりと時間が出てると。で、速さ求めたいって言ってるから、もう道のり割る時間でいける。だから、540割る9です。まあ、ちょっと気をつけるんだったら、道のりが540メートルって書いてあって、速さもちゃんと分速、ほにゃららメートル、メートルで単位合ってたし、こっちも分速って書いてあって、ここも分だから、全部単位がちゃんと揃ってるんでね。単位の変換がいらないから、まあ、このままで計算 OK だと。たまにね、単位変えなきゃいけない問題が出てきたりするから、そこ気をつけてください。で、これやると、60って出る。だから、答えは、単位もね、同じのをちゃんと使って、分速60メートルと。これで OK。つまり、ここ60ね。まず、これは1番です。で、2番ですね。ここもね、ちょっと、個人的には地味に難しいなって感じたんですけど、A さんが、Q 地点から、R 地点に向かって走り始めたのは P 地点を出発してから何分何秒後かっていうね。これ何分後だったら簡単なんですけど、何秒がくっつくのがちょっと厄介。
で、Q 地点から R 地点に向かって走り始めたのってグラフのどこかなって考えると、ここね。ここです。まず、P から Q に行きました。Q で休憩しました。Q から R に向かって行きました。帰ってきました。っていう流れ。だから出発したのはここ。で、そこの、時間のね、何分何秒後かが欲しいので、つまりここです。まあ、座標が分かればいいっていう話だね。っていう風になる。じゃあ、ここの座標が欲しいって考えれば、この直線の式が出てくれば、ここの座標は求められるんじゃないかと。なぜかっていうと、この座標、X はね、求めたいんですけど、Y は540って分かってます。なぜならここ真横540だからね。だから、直線の式が出てしまえば、Y 座標に、お前 Y のところに540代入すればさ、X 出てくるからね。じゃあ直線の式求めようぜと。考えたときに、この直線の式、まず実は傾きが分かってます。何かっていうと、今、速さが150なのね、この部分。これ、その傾きになります。速さが。だから、ごめんね。y イコール、150x プラス b。傾くと、切片は分からないんでね。こうやって置けます。本当は、直線の式は y イコール ax プラス b です。置き方は。けれど、速さが分かってるんで、150ずつ増えていくからね。移動距離が。だから 150x、傾きは置けると。じゃあ、片方置けてるから、あとは1個座標が分かればいい。どっか飛んねえかなって思うと、ここ通ってるんだよね。この直線の式。28の2400っていう座標を通ってるので、それを代入します。ちょっと数がでかいんでね、めんどくさいんですけど。そうすると、Y のところに2400、イコール 150x、うん、間違った。これ28代入するからね。150×28 プラス B となります。で、150×28。お待ちを。ちょっと暗算俺できねえんだ、これ。4200か。ここ4200なんで、移行してまとめると、B イコールマイナス1800になります。ってことで、直線の式が出ました。こいつの直線の式は書いておきましょう。y イコール 150x マイナス1800と、切片すごいね。まあ、下の方に行くからね。で、分かったんで、y のところに540代入します。y イコール 150x マイナス1800に、こっち分かんないからね。こう分かんないけど、y 座標の540を代入すると、540イコール 150x マイナス1800です。で、これをね、さっき言ってその秒の部分がめんどくさいんですけど、まず1800移行すると2340になります。で、両辺150で割ると。そうすると150分の2340になる。0切りましょうと。で、これ3で約分できるんで、5分の78になります。で、今、座標としては5分の78なんです、ここ。で、いいんですけど、これ単位としては分ね、今。で、5分の78分って書きたいんですが、これを何分何秒に直す必要がある。いい？で、これ直し方が多分2パターンあって、俺はまず自分でやった方を紹介しますね。これは、まあ、小学校でやった帯分数を使います。自分だったら。で、これ帯分数に直すと、78の中に5、まあ、78割5をやってください。78の中に5っていうのは、15個入ってます。いいかな？そうすると、75使ってしまうので、15と5分の3になります、帯分数。いい？で、これどういうことかっていうと、15分と5分の3分が今くっついてる状態なの。15分と5分の3分。で、5分の3分の方、これ、分なんだけど、分は60をかけると秒に直ります。だから、これかけて約分すると36秒になる。だから、15分と36秒なんで、答え、15分36秒と。これが答えになります。下がまだ使えたんで、そっちに行きましょう。これもちょっとこれ下に行っていい？
板書がね、入るかがすごい心配、今回。5分の3分かける60で36秒とか言って入ってる。だから答えが、15分と36秒です。これが自分がやった方法なんですけど、さっき言ったもう一個のやり方っていうのは、5分の78分ってありますよね。さっきも言ったように、分を秒に直すのは、かける60すれば秒に直ります。だから、5分の78に最初から60をかけてしまう。で、出てきた答えがこれ秒なんで、数出なくなるけどね。そう、なんとか秒を分に直せばいい。60秒が1分だからさ。つまり全部秒にしてから分に戻せばもちろん OK なんですけど、まあどちらでも構わないと思います。そう、2番でもね、結構骨があるよね、この状態で。で、3番はもっとね、めんどくさくって、ちょっとこっから言っていい？3番で B さん登場するんですよ。で、B さん何やってるかっていうと、A さんが出発したしばらくしてからと。同時に出ろよって話なんだけど、しばらくしてからジョギングコースを P 地点まで風速70で行きましたと。で、B さんは、ごめん、R から P に行ってるんで、こっちスタートで下がってくの。どんどんね。で、そしたら、P 地点に向かう途中で R 地点に向かって走ってる A さんとすれ違って、その後、P 地点を出発してから39分後に P 地点に向かって走ってる A さんに追いつかれたと。ね。で、これはですね、この B さんが取った行動、それをグラフに表したものをここに書き込めるかがちょっとまず大事。いい。で、どう書き込むかっていうと、R スタートなんで上から下がってくる。いい？下がってくるんだよ。で、その時に同時に出発してるんじゃないから、こっからは出ないです。ちょっと後ろ。時間が経ってからスタートしてる。で、70。で、ゆっくり歩いてきてるから、まあ、こんな感じかな。これが B さんのグラフです。で、さっき言ったように、まず P さん、あ、まあ、A さんが走ってきたとことすれ違います、ここで。これすれ違ってると。で、こっちは後ろから追いつかれてる方。で、追いつかれた時の時間が39分ですよって。だからここの X が39なの。で、この時に、すれ違った。ところが P 地点から何メートルかって言ってるから、ここの座標が欲しい。で、何メートルかならこっちね、Y 座標を使うんですけど、ここが答えになります。で、自分が立てた作戦としては、結局座標が欲しいと書いてわかるように、ここは交点なんだよね。で、ここの直線の式はさっき出したじゃん。Y イコールマイナス、150X マイナス1800って。だから、今書いた赤のグラフの直線の式が出れば、こいつとこいつの連立方程式で交点求められる。そうすれば座標が出るから絶対解けるだろうと。じゃあ、その赤のグラフの式を求めたいなって考えました。で、どうやるかっていうと、これちょっとありがたいのは、B さん70で下がってくるんだよね、スピード。ってことは、下がるから、さっきも使ったように、70なんで傾き70ってわかる。ただ、下がってくるから今度、マイナス70ね。こう気をつけてね。でも、切片わかんないから、こうなります。じゃあ、切片求めるには、どっかの座標を代入するしかないと。スタート地点わからない。何分後かわかんないからね。ここは求めたいから、当然わからない。じゃあ、使えるのは、ここしかないんだよね。で、X 座標39って言ってるから、B の方は、Y 座標が欲しいと。じゃあ、Y 座標どうやって出そうかなって考えたときに、ここの点は、こいつの上にも乗ってるでしょ。だから、この直線の式を出せばここが出せるかなって。もうどん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 やること増えていっちゃうんだよね。ただ作戦としては、いくよ。ここの式出します。そしたらここの座標が出ます。座標が出ればこいつが出ます。こいつが出ればこいつとの連立方程式で答えが導けますっていう順序。いいかな？やることとしてはね。ではまずこいつから行きましょう。この直線の式、問題文にあったように150で戻ってきます。A さん帰ってくるときは。だから、これも傾きが分かってて、マイナス 150x ってなる。で、プラス b が分からない。で、これは、ここの28の2400を通ってるから、もうさっきと同じだね。ここに28、2400を代入します。それでもいいし、この式は44の0を通ってるから、そっちを入れてもいい。まあ、どっちでも構わない。じゃあ、こっち入れようか。44の0ね。
代入すると、消しちゃうけど、15×44、暗算結果な、6600か。マイナス6600プラス X になるから移行すれば、B は6600と、いうことが入ってる。あ、全然入ってたよ。で、わかりましたと。これ合ってるよね。ここ間違ったらすげえ悲しいんだけど。大丈夫だと思います。さっき解いたんだけど、メモが見つかりません。で、そしたら今度ここです、座標。この直線の式分かったんで、X に39を入れましょうと。入れましょう。いい。こっち行くよ。Y イコール、マイナス150かける39プラス6600。これは無理だな。待ってね。これ間違ったらシャレなんだよ、マジで。5850。ここが。マイナスね。ってことは、6600とくっつけると、いくぜ。750か。お、合ってる？合ってるね。ってことで、ここ。39の750となりましたが、合ってるかな？ OK。となりました。これ座標出ましたと。よし。これで2段階目終わったね。で、座標が分かったから、それをここに代入します。結局この直線の式欲しいからね。で、Y に750。入れて、ここは書くか。750入れて、マイナス70×39。ほほほほほ。ほほほ。串63。2730か。プラス B。B は持ってくれば、足すから3480となりました。つまり、ここの直線の式はマイナス 70x プラス3480となったと。で、その直線の式が出たんで、こいつと、これ。Y イコールマイナス、150x マイナス1800を、こいつを連立方程式解いていきます。よし、行くか。150x マイナス1800であいつね。Y イコールマイナス 70x インクが、プラス3480。まあ、Y 揃ってるんでね。まあ、引いちゃいます。0イコール 220x マイナス、はい、5280。で、持ってきて両辺220で割りましょう。割ると、22分の、ま、528って一回してしまって、528割る22。いや、割り切るよね。2で、244、8、あ、いけんだね。24か。はい、X24 と出ました。でも今、星の Y 座標なんで、24をどっちかの式に代入すると、上の式にしよっかな。Y イコール、150×24。ここにね、代入したやつ。マイナス1800。これどっからやんなかったっけ？やってないかな？いくつだ？ 3600か。だから3600丸、引く1800なんで、Y は1800となりました。つまり、ここの座標は24の1800。今、P 地点から何メートル離れたとこで出会うとすれ違いましたかって聞かれてるんで、Y 座標の1800メートルこっち使って終了となります。だからもし問題で、何分後にすれ違いましたかっていうタイプの問題だったら24分後、こっちですね、を使う形になるんですが、まあ、こんな感じでぜひね、解いてみてください。では、今回はね、この3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。勉強お疲れ様でした。今表示されている関連動画や再生リストから別の勉強に飛ぶこともできますので、よかったらそちらもご利用ください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらそちらもよろしくお願いします。ではまたね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。